オリジナルテレビアニメ忍びの一時スペシャル企画人物指南の巻、よっ、人物指南、一体どんな人たちがいるのか教えてくれよ。俺たち、いや知りたいな。人物指南、その前にまずお前は誰だか自己紹介をしてくれ。もう2回目にこんな大阪君見たの初めて。気合い長いけど主人公泣かせ。もうさ、この前に1本撮ってるから余計疲れたよ。それがびちょびちょですからね。皆さんこんにちは。オリジナルテレビアニメ忍びの一時桜庭一時役の大阪亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、香川時佐大役の小西克之です。よろしくお願いいたします。自由すぎるわ。拍手地味になったな。なんでこんなにいるのに拍手しないわけ。君たちは見ているだけか。拍手をしてくれ。ちょっとやりづらいな。皆さんこんにちは、考察役の白石アルカです。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ちょっとな、ヒューヒューは余計、ヒューヒューは余計、拍手だけでね。めんどくせえ。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。もう始めますよ。この動画はですね、10月から東京 MX を借りてスタートするオリジナルテレビアニメーション忍びの一時をご紹介するスペシャル動画でございます。第2回の今回はですね、忍びの一時に登場するキャラクターたちを紹介していきたいと思います。はい。まず僕大阪が演じる主人公でございます。はい、こちらでございます。和田洋子のフリップ、フリップあります。今回も何々と何々、桜庭一時。2つある。また考えんのこれ。はい、そうです。2つ。もう、はい、わかりました。こちら本人すら知らない秘密ということでございますね。はい、できました。はい、はい、相変わらず早いですね。こちらです。スーツの男子桜庭一時。いえ、制服。これ制服なのこれ。制服ですか。俺からはスーツに見えます。初期設定は確かにサラリーマンだったけど。はいはい、はい、学校の裏ボス桜庭一時。裏番ってこと？裏番。実は学校閉めてた。うん。自分でも気づいてないけど、みんな恐れをおののいてる。普通に入学、ちゃんとみんなと一緒に入学しました。いやいや、全然裏ボスでもなんでもないです。裏口です。じゃあ、はい、私行きましょう。声優の大阪亮太、桜庭一時。いや、正解なんだけど。正解ですけど。正解でしょ。正解です。秘密じゃないです。正解です。秘密じゃない。秘密にして、ここまでは秘密にしてましたけど。俺何なの。あ、ちょっと白石さんがペンが走っている。さあ、なんて書いているんでしょうか。はい、楽しみですね。はい。へなちょこの愛されキャラ桜庭一時。いや、まあまあ、ね、間違いではないですよ。そういうところもありますよ。キャラクターのこと分かんないからね。うん、隠されていたことかもしれない。ちょっとやっぱ今時の高校生らしく流されやすいところもあったりとかね、うんうんうん、したりもするんですけど、そう、へなちょこなところを高節がサポートしていたりします。でもちょっとそれは表に見えてる部分であるので、うん、秘密とはちょっと違うかなって感じがしますけどね。分かった。秘密だよね。秘密です。秘密。これだ。ごめんなさい。お、あ、すねの毛が濃い。いや、桜庭一時。無。無です。無なの。ゼロです。ゼロです。ゼロです。ツッツルしてるの。ツッツルします。わあ、さすが最近の男子。すべての毛はないです。あ、じゃあ分かりました。はい、これですね。IT 企業の社長、桜庭一時。もうやめてくださいってスタッフさんから入りました。え、ちょっとやりすぎました我々。ちょっとフリップもね、少なくなってきちゃって。あれだ、さ、確認したじゃん、あと何枚やるか。そうそうそう、めちゃくちゃ書くなと思って。どんどん忍者から離れてるからね。もう答え言いますね。はい、正解は伊賀投手の息子でございます。普通答えでしたね。普通じゃない。まあ PV 見てれば分かりますね。うん、忍者になる話ですから。そうですね、こういうことです。今まではちゃんと普通の高校生として生活してて、うん、習い事の多い忍者っていうのも知らなかったんですか。知らなかった。え、普通に生活してました。ある日突然、みんなもだって普通に言われますから。ある日突然命を狙われて、あなたは伊賀投手の息子なのよって言われってことですか。めちゃくちゃ言ってるな。めちゃくちゃちゃんと言ってるな。説明上手。ちゃんと説明してるな。ここに書いてあるんですよ。もうこれまた見せる前に言っちゃうから、もうこれ演じてみていかがでしたか。急に売り出したよ。答えづらいな。どうだったの。いや、でもなんか話せる範囲で、いや本当にだから、うん、今までね、いろんなお母さんが習い事しようって言われて、たくさん習い事して、友達と遊ぶ機会もなく、うん、ひたすらまあ普通の高校生として生きてきた中で、はい、急に甲賀忍者に襲われ、うん、あなたは投資ですよって言われて、うん、いきなり生活がガラリと、はい、
さっき言いましたね。俺もう言いたいよ。自分のことだもんね。ごめんごめん、それは俺が出しゃばりすぎて。ごめんごめん。すごいさっき言ったけど、流されやすい性格はしてるんですけども、うん、自分の思ってることは、うん、通すっていう心の強さもあったりするので、うんうん、心とか体の成長が本当に毎は毎は必ず見えてくるキャラクターになってるんじゃないかなっていう、うん、思ったりしますね。割とこうなよっとしたイメージはあるけど、うん、本当に締めるとこは締めるし、自分の意思をしっかり持ってるから、そうなんです。とってもかっこいい若い男子だよね。そうなんです。一時って、うん、まあ、だから悪い言い方すると甘いって感じはしますけど、やっぱ敵に対しても結構非常になりきれない部分だと、うん、結構です。まあ、ここからね、そこからどうなっていくのかっていうのがね、含めて、はい、そんな感じでございます、はい。では続きまして、小西さんが演じるキャラクターでございます、はい、こちらでございます。実はほにゃらら加賀時さん。実は、また実は系ですね。簡単だよ。実は安心社長。はい、できました。できました。違う、社長。スーツの男子。ああ、やっぱね、これ繋がっちゃって。使い回すんじゃない。枚数が減ってきてるから。まあ、そうです。いいところは使い回すじゃない。変なところで気使う。なんか。実は声優。声優じゃないです。あ、じゃあちゃんと書こう。両方ともボケじゃダメだよ、本当。わかりました、はい。まあ、時忠ってちょっと髪が赤いんで、実は元ギャル男。あ、ということはこれじゃない、実はアメリカンコメディ絶対アメリカンコメディに従るこれでもね、俺ちょっと面白いことあるかもしれないな。マジ？この言葉回答？何？なるほど。え、実は、うん、女性。違います。違います。それは全然違います。それは全然驚きがすごいですよ、ね。嘘でしょ。いや、まあ、驚きは衝撃ですけどね。さあ、何を書いてくれたんでしょうか。はい、実はタバコ吸えないかな、時さん。PV でガツ吸ってたのに。あれは雰囲気だっけ。そう、雰囲気。うわ、やっぱかっこいいから。それは問題だね、なんかね。孵化してるってことかな。そんなことはしません。さあ、じゃあ正解お願いします、はい。正解は、実は現役最強。おー、知ってます。知ってます、皆さん知ってます。僕は知ってます、はい、そうですね、はい、演じてらっしゃいます。めちゃくちゃ強くて、修羅の時貞って呼ばれてるんですよ。そうなんです、うん、それぐらい強い、伝説になるぐらい強いんですけど、はい、修羅の時貞っていうタイトルでもう一本作れますね。あ、スピンオフ、スピンオフ、うん、そう、忍びの一時、忍びの一時、修羅の時貞何がいい、何がいい、何が、何の考説がいい、何の考説、何の考説、何の考説がいい。実は中二病実は中二病考察、なんだそれ。アニメのタイトルとして弱すぎるだろ。そんな白石さんが演じるキャラクター考説でございますけれども、はい、問題はこちらでございます。チャンポイントは、ほにゃらら考説、こちらヒント早速言いたいと思います。なんだろう、考説はいつもあるものをつけていますけれども、うん、こちらがヒントでございます。さあ、何をつけますか。あー、なるほど、そっか、チャームポイントは一時考説。どういうこと。一時の後つけてるからそのつけているじゃない。違う、そういうこと。後をつけているのつけているじゃない。そういうこと。それが可愛いポイントじゃないです。じゃあ、ここに答えがあるわけね。ここ答えあります。見ればわかるってことですね。見ればわかるですね。チャームポイントはカラーコンタクト。瞳の色めっちゃ綺麗なんですよ。確かに中二病はそういうのつけそうだよ。そうそう、赤目。もうちょっと中二病らしいものあるじゃん。中二病らしいの。もう今はちょっと普通になっちゃってるけど。はい、あれ今のヒントだな。チャームポイントはですね、この束ねてる髪の毛の先が3本ずつに分かれているところ。え、これわざわざ分けたんですか。両方たまたまじゃなくてわざと分けた。3本ずつにわざわざ分けてる。わざわざ分けてる。どっちも3本ですから、よく見てください。あれ逆にセット難しそうですね。だからそこです。これどうやってセット固めてます。固めてるんですか。はい、ガーってダイエースプレーでガッチガチに固めてますもう気づかなかったのが申し訳ないです、はい。チャームポイントは絶対領域考説。わあ、ほんまや、ね、もう見えちゃうよ。あれめっちゃいいで、なんかそうですよね、うん、もっと目立つとこあるやろ。目いっちゃうよ。今まで他のキャラつけてなかったことあるでしょ、うん、つけてなかったもの。つけてなかったでしょ。つけてなかった。明らかに普通のキャラクターは絶対つけないであろうものつけてるでしょ。最後の一枚なんですけど。おい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 、マスクはほらみんなつけてる。おいおいおい、みんな全員つけてる。おいおい、みんなコース。おい、現実世界の話をするんじゃないよ。実はズラなんじゃない、あれ。はい、もう出しまーす。チャームポイントはマスクでございます。なんだ、言ってた俺回答。
そー難しかったな、はい、キャラクター紹介しらいさんお願いします、はいはい、どんなキャラクターですか一時の幼馴染でございまして、はいはい、あの伊賀の忍者なんですけれども、まあ、先ほどもお話にありましたけどあの常にね黒いマスクをしているんですよ、うん、で首元にはチョーカーもしておりまして、うん、あの割と本当に中二病感が強い子なんです、うん、そうだよね、うん、普通の女の子なところもあるよっていうことをね、うん、初回に私は監督からお聞きしました、うん、はい、実は可愛らしいんじゃない、実は内面可愛いんですよ、うん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 、それでいてこう能力が非常に高い、うん、アクションのところとかもぜひ注目して見ていただきたいですし、一時、うんうん、が幼い時からずっとそばにいるので、はい、あの面倒を見るというか、うん、ちょっとお姉ちゃん的存在として、うんうん、そばにいるんですよね。一時にだけ、本当の自分を見せたりとかしないの？ないですでしょうね、そこもラインなぜ見守ってるのかみたいなところも、うん、後々お話見ていただくと分かると思いますので、はい、ということでございまして、はい、登場人物はまだまだいます。こちらでございます、はい、クラスメイトとお母さん、ね、はい、お母さんですね。まずは桜庭由美香、お母さんでございます、はい、渋谷は井上貴子さんでございます。一時の母親です、伊賀サービスエリアの店長として働いております、うん、伊賀第18代目当主でございます、はい、続きまして木瀬川綺麗、渋谷は結城葵さんでございます、うん、一時の忍者学園の友人、うんうん、ムードメーカーですね。とても明るい子で、確かに、はい、なんかちょっとボーイッシュなところもあってね、憎、うんうん、めない感じがありますね。綺麗が登場すると一気にこうシーンがガラッと変わる感じしますよね。必要なキャラクターなんだよね、うん、すごい日常感が出るキャラクターになってますね、うんうん、続きまして鈴の音涼子、渋谷関根ひとみさんでございます、うんうん、一時の忍者学園の友人、雑賀衆忍者、忍具をこよなく愛し、なるほど、本当忍具オタクなんです。人具注目してもらいたいですよね。どういう人具が出るのか。そうなんですよ。人具のことになるとすっごい早口になってしまって、うんうん、ちょっとオタク、ね、オタクモードが入ってくるんだよね。そうなんですよ、注目していただきたいと思います、はい、続きまして椿さとみ、渋谷富田美優さんでございます。めちゃくちゃ可愛い、ね、一時が通っていた中学の後輩、一時に思いを寄せているが、うわーいいね、ございましてですね、はい、続きましてフリップこちらでございます。わ、一気に増えたよ人が。はい、続きまして、はい、バン須作、渋谷バンでございますね、うん、一時と同じ忍術学園に通う甲賀忍者、甲賀前当主へ憧れており、その仇とされる伊賀忍者を恨み一時を狙う、ライバル的存在。そうなんですよ、うん、いつも命を狙っています。学校にその存在がいるってめちゃくちゃ恐ろしいですよね。そうそうそう、同級生ですから忍者の世界ですから、やばいですからね、はい、続きまして高峰日村、はい、こちら CV は、八代拓夢でございます、はい、朱雀を同じく忍術学園に通う甲賀忍者でございます、うん、父親のエンビリにて好戦的な性格であり、うん、一時たちを敵視している。あ、なるほど、うん、どちらかというとこっちの方が敵をむき出しにしてくる。学園シーンとかだと本当にその2人が、まあ、こうどういう風に動いてくるのかっていうのも注目のポイントだったりしますよね。そうですね、続きまして森山光三、渋谷田中香さんでございます、うん、伊賀の里のサービスエリアに勤める伊賀忍者、うん、伊賀の里のみんなより信頼が厚い人物でございます。なるほど、はい、伊賀の里の仲間ですね。ジーヤみたいな感じですね。だから里、うんうん、分かります。そうだ、ね、なんかちょっとした時になんかまとめてくれたりとか、みんなの面倒見てくれるような役割してるんですね。私光三さんとレイハさんの組み合わせすごい好きです、うんうん、近くにいてほしいなって思う、はい、いい振りですね。そうなんです。どうぞ、告げレイハ、渋谷新藤直美さんでございます、うん、光三と同じくサービスエリアで働く伊賀忍者でございます、うんうん、こちらもね本当に面倒見がいい。そうね、しっかりしててみんなを取りまとめてくれてるっていう、この2人でちゃんと取りまとめて伊賀の里を動いてるみたいな。そうですね、まあ、一時としてもなんか第二のお母さん的なポジションになるのかなって、うんうんうん、そうですね、素早きの感じがあります、うん、重要な方です、はい、あったかいですよね、はい、続きまして万宝泉、はい、CV は寺澤まさきさんでございます。寺澤さんの時点で悪そうだねなんか感じちゃいますよね声優さんのやってる役のイメージでこちら甲賀の里の未来を考え尽力する、はい、甲賀忍者の幹部、朱雀、うん、の父親で、なるほど、ね、続きまして高峰塩ビ、はい、渋谷間宮康弘さんでございますね、うんうん、甲賀忍者の幹部でしばし意見の違いから宝泉と衝突をする日村の父親である。なるほど、前回ね構想ファミリードラマみたいなお話ありましたけど、はい、まさにねこの面々を見てるともう何かありそうな感じ、ムンムンですよね。甲賀の里の人間同士で対立してるんですね。そうなんですよ、結構いろいろバチバチ。続きまして見延軌道、渋谷津田健次郎さんでございます。もう悪いよこれ剣の手でもあるよ、こちら甲賀忍者の当主代行でございます。代行なんだ。代行なんです、はい、弟であり元当主、うん、紀新丸の死後当主の座を継いだ、うん、
はい、痛みには痛みを持って返すなど力で滑る思想の持ち主。あ、もう悪い、こんなこと言ってる時点で悪い、深読みしちゃいますよね、やっぱり、ね、うん、っなんか誰が悪いんだろうなって本当に考える本当にこいつが悪いのかみたいなさ、ね、うんうんうん、ちょっと見た目もね、そう、なんか見た目悪そうなやつって意外と実はとかってあったりするじゃないですか、分かんないですよ、まだ二番にしてそうな感じがありますけどね、そちらのキャラクターにもぜひ注目していろんなキャラクターいますね、はい、はい、ください。お二人ちょっと注目したキャラクターとかあります？もう全員です身も蓋もないな全員です。やっぱり講座としてはね、あの同じ学校のメンバーとかは、う、ね、うん、近くにいる子もいれば、うん、やっぱりあの二人からは一時を守ったりとかもしますから、うんうんうん、目が離せない存在ではありました、ね、上手、偉いぞちゃんとした情報を挟んでくる、ね、偉いぞ、ありがとうございます。でもさっきね、裏切りっていう言葉出ましたけれども、うん、伊賀の中では結構見た目はすごいいい人そうな人たちばっかで、うん、ですけどね、うんうん、この中で誰が、俺が裏切ります。あら、そんなネタバレ急にするじゃあ私が裏切ります。いや、俺いや私が、あれ、どうぞどういうことということで、以上キャラクター紹介でございました。ちゃんと伝わったかな、伝わったかな、大丈夫かな、不安になってきちゃった。見てもらうのが一番いいんだって。そうですね、見てもらうのが一番いいよ、本編見てください。もう本編、もう伝えきれない、僕もまとめきれないということで、今回ここでございます。10月からの放送お楽しみに。それではバイバーイ、見てねー、お楽しみに。